なんか最近リリースされて、なんかいろんな主催ゲーミングが流れている馬のゲームありますよね。ということで今回は馬のプリンス様をやっていきたいなと思います。BGM がね、流れてこないんだけど、これできてんのかな？とりあえずね、やっていこうと思います。SE。ここはある地方の牧場。私はある目的のため、はるばるこの田舎までやってきた。超大手企業でバリバリ働くキャリアウーマンを地で行く私だったが、ある時食への魅力を失ってしまった。うつか。がむしゃらに頑張った仕事に不満はない。ただ、ときめくようなイケメンとは出会いがなかった。まあね、結構ね、難しいんじゃないかな。プライベート返上で仕事に打ち込んでいた私には、男性との接点が職場でしかなかった。まあでも、職場にいるかもしれないけどね。結構いない？職場に一人くらい。そう、イケメンとは程遠いおじさんたちしかいない職場しか。そんなときめきを忘れた私の乙女心に危機感を抱いたある時、私は気づいてしまった。彼衆に囲まれた場所には、いくら待っても王子様がやってくるの分かんない。新入社員とかさ、来ないの？そして、私は長期休暇を取って、あ、辞めてないんだ。この牧場をやってきた。なぜ牧場なのか、その理由は。馬のプリンス様。なろう系みたいな。1話、出会いのギャロップ。出会いが合ってる。王子様といえば、馬に乗っている牧場にいると思ったけど、広がる青空と素晴らしい空気しかない。なんだろうな、フランス行ったらどうですか、フランス。ね、パリとか。あっちいるんじゃない？鼻の高い王子様、それこそ。すんげえ すんげえ。職場のおじさんたちの方がまだイケメンそうだけどね。マリオと波平足してみればったみたいなキャラクターいるけど。第一村人発見。こんにちは。ここって馬がいる牧場ですよね。んだ。競技場の手伝で。イケメンって乗馬に来られたりします？イケメン？ジョッキーは来るだが。そうですか。王子様は来なそうね。お嬢さん、馬さ、見に来ちゃう。そうですね。馬は興味ないんだけど。俺も、あの某ゲーム、馬には興味ないんだけどと思いながら。ハマってしまいましたね。そうか。ほら、あそこにおるだべ。近くで見るといいだべ。ま、せっかくだから見に行こうかな。ほら、こいつら。キラーン。うわ、イケメンだ。かっこいい。キャー、イケメン。いや、化け物よ。あ、なんかちゃんとそういう正常な、なんだ、認識はしてるんだ。いい面構えをしてるだろう。いい面構えをしているだろう。ユーマってなんだ。いやいや、馬の頭部が人なんですけど。てか若くね、こいつ。焦り感じるの早くないか。結構若そうに見えるけどね、この主人公。何言ってんだ。もしや、馬がイケメンに見えるだが。はい、理想的なイケメンです。これ人にはあれなのかな。普通の人には馬にしか見えないな。お嬢さん、もしかして牛女子じゃが。はい、牛女子女は心が病んでいると稀に。馬の頭部がイケメンに見えるらしい。うつ病じゃん。新手の詐欺ですか。これは貴重な人もいたもんだべ。ありがたや、ありがたや。祀られてるよ。何騒いでんだよ。キャー、喋った。見ない顔だな。ここへ何しに来たんだ。フラットイケメンを探しに、長期休暇取りました。何ヶ月くらい取ったんだろうね。あなたは一体何者なの？俺は普通の競走馬だ。ツッコミ入れるのね。いちいちうるさいな。そんなに俺が珍しいか。珍しい以前に怖い。恐怖体験が現在進行形。ポエマ 絶対ツイッターで書いてるでしょ、ポエマ。もうマジ無理ってツイッターで。俺は君のこと嫌いじゃないけどな。イケメンに惚れられた？嫌いじゃないって言ったけど好きとは言ってないからね。陰キャ男子もあるけど。ねえ、好きとは言ってないか。ダメよ、勘違いしたらダメ。ダメよ、ダメダメ。ヒヒ、
遺品ってやつよ。もうすんごいディスってて。そうだ、餌をやってみるといいべ。餌。おう、人参があるから、それを与えてけろ。わかりました。私って素直すぎるわね。え急に始まったもん。ミッションスタート。放置していると、人参が生えてくる。その人参をタップして、ユーバに食べさせる。ただし、食べさせるとやる気が下がる。やる気で人参ゲージを、上昇率が変わるから気をつけろ。やる気は時間のトークで回復する。たまには左下のトークボタンでユーマの相手をしてやるといいべ。じゃあよろしく。おぉすごいすごい。なんか、にゃんこ大戦争でいたよな、こういうキャラ。ちょうどなんだっけ？えぐいや、食い方、こいつ。食い方がえぐい。いたよね、なんか。遠くなっちゃった。牧場は好きか。好き。いいところだろ。君は見る目があるよ。エクセレント。なんか選択式で交換とかギャルゲーですね、完全に。ありがとうございます。はい。あ、来ない。あ、次のトーク回復がね、追加はね、30分。あ、これあれか。結構前流行ってる、こういうタイプのゲーム。これ時間差で。多分広告見れるでしょ、これ。見れない。明日の天気はどうなるかな？きっと、晴れるよ。楽観的だな。嫌いじゃないよ。ほら、嫌いじゃないよ、なんか。15、さっきも 15% くらい好感度上がったのかな。嫌いじゃないよ。美味しそうに見えてくるわ。何が？え、うま？今日のは本物の人参だから。え、どういうこと？いつも何にあげてんの？オートミール？そう、今日の。え、終わり？人参のことどう思う？美味しい。いいオレンジ色か。本当は。いいオレンジ色だったんだな。わかるやつにはわかるみたいな。お前わかってるよ。えぐいよ、マジで。えぐいって。これあれもしかしたらね、やる気上がってるからか。やる気上がってるから、その、あ、やっぱそうだ。やる気が 50% 以上だと、あれなんだな。食ってくれるんだ。お、ここに溜まった。溜まった。溜まったぞ。馬との絆が深まった。ごめんなさい。なんか、出ちゃった。これは今日は餃子食べ食べ。食ったべか。食欲は馬並み。いや、紛れもなく馬並み。すげえ食ったよな、人参。常人とは考えにくい。しかし、かわいそうだな。これが最後の、介護？最後。馬主に、馬刺しにされるのかな。うちじゃもう育てらんねえべ。そうなんですね。イケメンが急にかわいそうになってきた。誰が馬主ま完全にあれですね、はい、来ましたね。そうだな、オラじゃ払えない。いくらなんだろう。そうよね、お金がいるのよね。ちなみにどれくらいの金額。すごい圧かけてきてるよ、すごい圧。これ俺が押すまであれか、ずっとドドドしてる気だぞこいつ。なんか音すごい音だった。ものすごい勢いで来てる。どうにも襲われてる。ドーン。海賊王に俺はなるみたいな感じで。ねえ、君さん。え？何このシチュエーション？もしかして夢に見た壁ドン。本当はめり込んでるよ。なあ、ゴブリン。俺の馬主にならないか。はい、入ってちゃったよ。即答しちゃった。よろしくね、バヌシちゃん。ええ。とりあえず、いや、下ろしたらもうやばいよ、これ。死ぬんじゃない？ 10 万馬力で、数センチずれていたら即死だったから。で、私、馬主になった。脅し。クーリングオフできるよね。でも、ドキドキが止まらないわ。どっちの？これってもしかして。次回予告。城之内、チス。なり、なりゆきで馬主になってしまった。ブルーゾー。考えを改め、馬主を辞退することを決意し、再び牧場へ訪られた。しかし、いざイケメンを愛すると、辞退することが言えない。そんなブルーゾー。なんだよ、これ。横目に、ユーマは日課のトレーニングを始めるが、その孤独なトレーニングの内容にブルゾーは共通。次回、城之内、キス。
特訓のドレッドミル。次回も見てくれよな。